中野信子の人生を変える脳の使い方人生をより良く変える脳の使い方を脳科学者中野信子さんに教えていただくコーナーですおはようございますはいおはようございますでは今週のテーマお願いします <laughs> 死に交われば赤くなる環境が脳に与える影響とは、うん、お職場学校お友達、うん、あのお友達がいるからあなたはこんなにぐれちゃったのよ、うん、ね <laughs> 自分の息子の能力も棚に焼けてよく言いますね、ね<ー>親はね。よく聞きますね、うん。環境のせいにしている人が多い、ね。環境のせいにしても不思議ではないっていう印象もあるんですね。うん、これね、運の悪さとか運の良さってあるでしょう。うん、運の悪さは映るんですよ、<ー>実は。 これは、運の悪さっていうのは本当に、あの、運が悪い運だけがその人に降っているということではないんです。みんな平等にチャンスは降っているし、はい、まあリスクも降ってるのですが、運、それも運が悪い人といい人がいるというのは、これ行動が違うということが最近明らかになってきたんですね。で、行動というのは実は、 周りにいる人の行動っていうのが映っていきます行動パターンというのが、うんはい、え運の悪い人の行動を無意識に真似ていると本当に運が悪くなります、うん、えっと例えば麻雀の打ち筋ですね麻雀、うん、やられますかねす、はいはい、これハイパイは一緒なのになぜか強い人と弱い人がいますよねでこの打ち筋っていうのが実は運の良し悪しのようなもので、うんうん このハイパイをどう生かして早く上がるか、いい点数で上がるかというのが打ち筋になると思うんですけども、はいはい、これは行動の違いに当たりますうん、うんで。もともと持っているものをどううまく仕上げるかというのが下手くそな人、うん、これが運の悪い人ですけども、うんで、この下手くそな人の麻雀を見ていると、はい、なんかこう失敗することが多くなったりしません。運の悪い人っていうものを近くに置いておくと、これは 運の悪い行動を真似してしまうということになるので、非常によろしくない、はい、子供の頃にそういう人の影響を受けてしまうと、うん、その人は運の悪い人の思考パターン、行動パターンを真似しちゃうということになるんですね、うんうん、なので、とてもあの周りにいる人を選ぶというのは、大事ななことなんです、ええええ、だ誰が運がいいのか悪いのかって、まずそこから分かんないんだけど <laughs> そうですね。うん ね人脈をどれだけ広げていけるかとか、なんかこう、はい、なんかあの人は人に騙されがちだとか、うん、なんかあの人は友達がたくさんいるようでいて自分のやりたいことっていうのは本当にできてないよねいと,かとかですね、うん、なんかこう人に恵まれてない、職場に恵まれない、<ー>なんか、行く会社行く会社倒産しますねとかですね。うん、まあそういう人はたまにね、聞きますけど。これが運が悪いということに相当すると考えて良いと思うんですね。うん、心理学的にはどういうふうに考えられているか。 とあの運のいい人の方を考えているんですけども、はい、運のいい人の性格傾向っていうのを調べてるんですよ、はい、つまり運がいい振る舞いをする人の思考のパターンというのはどういうものかというものを まあ研究してて、二つの尺度のスコアが高い。え、なんですか。外交性っていうのと外交性、社交的だってこと。そうですね。社交的より、もう少し広い意味なんですけど。も外向きっていう字を書くんですが。社交的で、なおかつ、他の、外のことによく気が付く。ということなんです。え、こういう情報があるよというのをさっと持ってきて、自分のものにできると、そういう性質のことですね。言ってみれば、その客観的に自分を見られるとか、そういう意味。おっしゃる通りです。うん、そういう性質ですね。その文脈の中で、自分がどういう。位置 いるかということをよりよく気づくタイプ。でもう一つは経験への開放性。うん、経験への開放,、うん、放性という尺度があるんですが、うん、ちょっと長いですよね。まあ開放性と呼ばれることもあります。どういう開放性を開放はえっ、ー、とあ,あ,あ、えー、開かれている。 そうです、開かれる花つとか言って開放性ですね。これはどういうことかというと、脳科学的には新規探索性というんですが、心理学的に言うと開放性というものなんですが、例えば新しい飲み物のブランドが出ましたよ、真っ先に買って試してみるとかですね、話題のスポットがありますよと真っ先に言って自分でも経験してる。かりますけど、好奇心が強いうですね。そうです。好奇心が強くて新しいものが好き。 自分の今の現状に満足してるんだけれども、より良いものを探しちゃうという性質の持ち主ですね。それは運のいい人の特徴、はい、そうなんです。<ー>うん、でこれを、 身につける方が良いよということで、こういう人周りにぜひ置いていただきたい。周りにそういう人いないときは、そういう人を、例えばテレビで見たり、ラジオで聞いたり、そういう人を設定して、その人の言ってることをどんどん取り入れるということをぜひやっていただきたいなと思うんですね。でもほら、よくね、オレオレ詐欺、騙された人聞くと、もっと儲けようと思って、新しいものに手を出そうと思って、そしてバーンと何億円を預けたら、全部損したって言ってるのは、それは開放性は高いんだけど、 高いんだけど,けど外交代行で、ね、はないんだそう客観的に見られなかったそう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 周りの人はそれ危ないよっていう言葉を聞かなかったとかね、うんうん、なんか怪しいぞっていう感を信じられなかったとか<ー>そういうことになるんですね。なるほどわ、はい、かりました、はい、では今週の締めの言葉をお願いします、はい、運の良さ悪さは移ります運が良くなりそうな人とお付き合いしましょう人生を変える脳の使い方脳科学者中野信子さんにお話を伺いました